それでは今回もコメント返信やっていきます。まず最初のコメントがこちらです。ヒキガエルくんさんからいただきました。悪の系譜ってもう今の環境きついですか？ということで、僕はまだまだいけると思ってるんですけどね。どうなんでしょうかね。最近悪の系譜使ってないですね。それでも、まあそもそも PVP 自体あまり、回れてないっていうのが現状なんで、前の環境だとね、悪の系譜めちゃめちゃ強かったんですけど、今もう無理なの？ 早ない、さすがに。まあちょっと悪の系譜で PVP 回ってみようかなと思います。お次のコメントがこちらです。チャンネルジェラードさんからいただきました。合体パー今強いですか？ということで、まあ、合体選手パーティーのことだと思うんですけど、強いと思いますよ、僕は。まあ、合体選手パーティー単体とかではなくて、例えば、合体13号とか、スーパー17号とか、人造人間と組み合わせてあげることで、まあ、また面白いパーティーになっていくっていう道筋もできたんで、まだまだ息は長いんじゃないですか？多分大丈夫だと思いますよ。で、ベジットもまだまだ今の環境でも戦える性能を持ってるんで、まあ、やっぱりかっこいいパーティーなんでね、末永く、環境には残ってほしいかなと思います。お次のコメントがこちらです。ケンタロウさんからいただきました。 GT のキャラで一番好きなのは誰ですか？ということで、まあ、僕は圧倒的にベジータのスーパーサイジン4ですかね。まあ GT での出番はものすごく少なかったんですけど、まあそれでも僕は、まあビジュアル的には、もうめちゃめちゃスーパーサイジン4のベジータが大好きです。早う実装してほしいですね、レジェンズでも。まあスーパーサイジン4いつの実装になるかわかんないんですけど、まあそろそろ、いやそろそろじゃないな、2年 2年記念日ぐらいに、まあ実装されるかなっていう感じでしょうね。楽しみです。ということで、以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、あきすけです。今回はこちらのバカ野郎悟空を使っていくんですけど、ただ使うわけじゃなくて、ただでさえ強いこいつをさらに強くしていこうという動画でございます。で、今回どうやって強くするのかというと、こいつクリリンですね。原作通りといった感じなんでしょうか。まあ、ステータスはちょっと、星がないんで、見るに耐えないんですけど、援護タイプの射撃2枚持ってくると。で、何が強いかって、この辺ですよね。ユニークアビリティ。控えに戻る際、気力30回復プラス、余ダメージ20アップと。で、戦闘不能になると、余ダメージ15アップ、気力回復速度30アップ、さらに、孫悟空の余ダメージ15%アップ、必殺余ダメージ25%アップと。で、これもね、必殺アーツをドローして、味方の余ダメージ20アップ、さらに待機カウント5カウント短縮ということで、もうバカ野郎とセットで使ってくださいよっていうステータス、ユニークアビリティ、メインアビリティ持ってます。じゃあバカ野郎と使ってあげましょう。まあこういうキャラクターを出すのはどうなのかなとは思うんですけど、まあこいつ自身のステータスが、まあちょっとね、星がないとはいえ低すぎるということで、まあバランスは取ってるんでしょうけど、まあバカ野郎がさらに強くなるということで、今回使っていきます。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければ、フォローもお願いいたします。それでは、PVP 回っていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。お相手、ストーンパーティーですね。ストーンパーティー使うなら、クリリン入れないと。危ないか。よいしょ。OK。いいよ。で、今回のソンパーティーは結構、なんていうかな、孫悟空で固めてるんで、ティエンザーン、クリリンのバフがね、いい感じに乗ってくれるんですよね。OK。さあ、
いやー、このクリリンの突数増やしたいねんけどね、あのガシャで当たってないのになんかゲットしとったんですよ。なんか多分どっかの なんやろ、どっかのあれでゲットにしとったんでしょうね。ほい、イベント的なね、何かで。さあ、あーバニシング、うわい、回復早いね。まあこれライジング来てもクリリンで受けれるようになってるんで、いや、やばいかやばいか。オッケーオッケーオッケー、クリリン原作通りですね。綺麗な花火ですよ。残念、クリリンのことが。さあ孫悟空怒ってもらいましょうか。これで落ちバフが乗るんでめちゃめちゃ強くなるはずです。さあ、やべ一瞬一瞬一瞬危ない。まあこれ3対2はちょっと嫌ですね、だいぶ。さてどうしよう。ほい、この孫悟空にも乗ってるんでね、バフが。やべ、おお、ラッキー、おいしいよ。はい、さあライジングか。うーん、黄色悟空が帰ってくる前にもうライジング打っちゃうか。はい、オッケー、特殊でいこうか。そら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 、よし、黄色悟空よりかは緑の方が落としときたいキャラクターですよね。うん、さあ来い、いはい、休憩ガーツいっか、行ってこい、ユーケーン。これもかっこいいよなこれもかっけえよな、強い。さあ、うっ、マジか、やべやべやべバカ野郎死んでいく、これはつらいな。はい、間に合う。さあどうする、まあ交代してくるか。 OK、いやでもな、これバニシング削られたらな、ちょっと嫌なんですよね。まあでもクリリンのために頑張りましょう。はい、さあ必殺アーツ落ちないでしょ、これじゃ落ちないので、この有利属性の時にちょっとバニシングを回復して、バニシングを回復、あ、やべ、避けちゃったじゃあちょっと射撃打ってみる、ほら、よしよしよしはい、付き合っちゃえよ、ここまで波長が合うなら。バニシング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 、あー間に合わない。まあでも落ちないか。 OK、 さあ特殊アート発動、射撃、ほい、さあどうする、はい、よし、このヒリヒリ感はいいっすよね。これ打撃打撃必殺でさすがに落ちてくれるでしょう、クリリンのために。おりゃあ、ギリギリやったな。対戦ありがとうございました。またやろうぜ。さあ対戦やっていきましょう、劇場版パーリーですね。はいはい、あーミスったカワチェン外しようとしてたけどミスちゃったな、まあいいか。はい、さあ、うー怖っ、いやーマジか、どうしよう、なに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 、なに、やべえ早速相手の流れにがっつりと持っていかれてんだけど、なんかすごいいびつな戦い方をしてくるね。やべえ早速また、あ、ラッキー、あれ、オッケー、はい、さあどうする、キャラクターチェンジしてくるかな。はい、ドラゴンボール欲しい欲しい、はい、はい、あこれ自称自称ばっかしとけ、ほんなら。はい、さあ、はいはい、カパチェン外しといて、これでさすがに落ちるでしょう。火ダメ入っ、火ダメカット入っとったらまあ落ちづらかったでしょうけど、さすがにこのトコトコカメハメハも可愛いですね。さあ、うわあんれー、これはまあ交代で、マジかよ。 OK、 クリリンに当ててくれるのはありがたいよ、特殊で。
いやでもこれ落ちちゃったら、赤色をフリ属性からスタートするんですけど、クリリンが耐え切っていく。原作通りにはならない。必殺アーツで落としに行ってみる。ほい、ドン。ダメみたいですね。さあ、こっから。バフモリモリですからね。ほい。オッケー。さあ、究極アーツ。射撃。はい。射撃。キャラチェンはしてこないかな。ほい。射撃。あれ、早くね？気のせい。気のせい。これ間に合うでしょ。はい。バカ野郎。強い。ほい。よっしゃ。待つことが大事。まあ、フリ属性でも、クリリンのデバフじゃないわ。落ちバフが乗ってるんで、そこそこ、いい火力が出るでしょう。ほい。通常で返して、キャラチェン、あぶね。お暴発。あー、出た。ちょっと動きづらかったよ。対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。劇場版パーティー、いやーだいぶ流行ってますね劇場版。危な、あーくそ、ちくしょう。投げられていく。これも原作みたいですよね、抱きつくやつ。そっから入らないんじゃない。ほい、オッケー。相手バニッシングないんで、このまま。お、射撃。ダダダダダダ。さあクリリン、こいつまあアタッカーではないんでね、火力ほんまにミジンコぐらいしかないんでね。通常ダッキー。さあ間に合わないでいく。間に合わないでいく。さあ変身。あらまあ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 、クリリンにライジング当ててくれるならいいでしょう。はいはい、残念、しゃあないですよね。いやでもこっからなんでね、このパーティーはライジングをクリリンで受けれるっていうのはもう大本命、大本命です。さあ火力えぐいな。射撃、うい。さあどうする。くそ、おい。いやー回復すんの早すぎ。いやーまあオッケー。さあはい、どうしようかなこれ。ライジングで落としきっちゃう。うん、はい。まあ緑振り属性嫌なんでね、バカ野郎使うにあたって打撃でいきましょう。バカ野郎、さあ来い。うっそっていうのがちょっと調子悪いっすね。まあでも大丈夫じゃない。いやまあ、いやいや3対2はやばいし、ライジング、うわライジング外れたらもうちょっと痛いんで、まあ、油断しとったらもう一瞬で終わっちゃうんですけど。いや硬いぞ、硬すぎ。ワロター、さあ来い。はい、通常で返して、ダメ、よし、これうまいぞ。ほい、射撃、よいしょ、射撃。いやー落ちねえか。じゃあもう帰ってもらおう。サイナリー帰ってもらって、さあメインアビリティ必殺呼んできて、とりあえず相手の動きを封じて、うん、オッケー、よし、はい。ほい、どうする、ん、どうする、はい。あ、そのまま、じゃあこれちょっとちゃんと落としきっていきましょう。さあ危ね、時止め、はい。お、マジか。やべ、せっかく究極アーツ呼び出したのに。あれ、おい、これは入る、よーし。ああ意外と取れるね火力。はい、打撃、オッケー、落としきって、まあどうしようかなこれ。ういよし、オッケー。射撃やったら終わってたな。ワンチャンの賭けでしたね。まあ、バカ野郎残ってたんで大丈夫でしょう。ほら
内臓元気玉対戦ありがとうございました。いや強えわ。蹴って飯にしようぜ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はクリリンで、バカ野郎をさらに強くしていこうという動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。いやめちゃめちゃ強いですね。めちゃめちゃ強い。やっぱ孫悟空とクリリンは相性が良かったということなんでしょうね。うん、まあでもね、やっぱクリリンがね、ライジング以外で落とされちゃうと、まあどうしてもきつくなっちゃうので、その辺うまく立ち回っていかないと、まああまりよろしくないという感じですよね。ただこいつの星が増えたらもっとマシなステータスになるとは思うんですよ。うん、まあわかんないですけどね、ステータス見たことないんで。うん、まあでもクリリン持ってる人はね、バカ野郎と組み合わせて使ってあげるっていうのも、なんか原作をなぞってるようで楽しいんじゃないですかね。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。